こんにちは、かなと。こんにちは、りゅうたです。私のいとこ、2歳下のいとこなんですけど、今日から何日間かかけて、この子の元愛車、今これ結構ボロボロなんですけど、全部レストアしていきたいと思います。でさっきどうしたらいいかな、どこから一回バラして汚いとこを取って。そのまま濡れるやつと買い替えないとあかんやつと、やったらもうとにかくまずはバラバラにバラす。ネジも塗らなあかんから、ダンボールあったやろ、ダンボールネジに名前書きながら刺してたやん。あー、オッケーオッケー。の名前とか分かる？分からない。名前決めないんだ。名前つけてないだから名前いくらかつけて段ボール書いて。いいよ。俺はでかい段ボールあったやろ。藤田くんとか。藤田くん外れました。どの紐外したらいいんやろ。さっき外す。これ待って、これ上げてさ、ビヨーンって伸びたやついける。めっちゃあんねんな。どれなの。違う、これか。どうやってたの。あ、取れた。もう一個。あ、一個だけ？あ、一個だけや。いけ。あ、こっちにもあるわ。リュウタ側や。オッケー。おー、取れた。ここもか。取れました。取れました。やったー。大物釣ったみたいな気持ち。テーランプ取れました。どうなこの子。うん、先座って取った。おお、ウィンカー外れました。ネジがここにすごそうなやつ出てきた。回す。取れました。取れました。ちっちゃいの合わへんの。ちっちゃいのいくらでも入らないんですか。これをやって、やるの。取れました。全部外した。あとね、あ、ここいけるわ。きた。ここ名前何する。どう。なんかじゃあどうしよう。とりあえず残りのとこも一回緩めて外していくわ。あ、一回ダラーンってさせる。うん、掃除を。おお。おお。おお。長い。取れました。これが取れたらどうなるの。バッテリー取れました。これ取ったらやばいんじゃん。これ取れんぞ。次どこ取ったらいいの。今度釣らなあかんねん。
じゃあ、それ取れへん。で、どうするの？どこ取るの？でも、ブランブランしとくの。で、次その。全部外すね。全部外すよ。あ、もう、もうじゃあ、今から釣る段階なの？もう釣って、超えると。もう、こんな感じで今。だいぶ外し終わって、ネジも、うわーって、ある感じです。この紐で、吊り下げていきたいと思います。緑？何だろう、最後これは。あ、で、だんだん上に上がっていくんか。また今日これこう乗って帰ります。おはようございます。今日も頑張りたいと思います。ネジもこんな感じで陳列してあります。でちなみにこんな感じのスペースでしっそりとやってます。なんか靴下ある。ルーに長くぼみしょくぼあ、ゴム、はい、これを抜けました。うん、形が、あ、外れた。あよすごい、うん、キャブ。あ、すごい。黄色。せーの、 ここに上げちゃったらこうなるよ。